ハロ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 ってなんだジョビンさんね。え、ジョビンだっけ。え、違くね、万有のユンちゃんね。ユンやべ、やべ、あれあれね、でも貸し切りかと思ってたけど、10分だけ寿司10分詐欺ね、読み上げてって。俺結構ブラックなコメントも拾っちゃうよ。うん、多分みんなそういうの見たがってるからね。え、こんにちはって来ます。10分だけ。格闘技してて気持ちが下がったことありますか。もちろんですよ。やるだろそれは。俺やってないけど。でも好きだよね。足傷だらけだ。俺スタバ投げつけてくれ。え、スタバ投げつけてくれって書いてた。いや、道徳ある。え、チェンポコと看板ね。チェンポコと。左フックの打ち方下じゃこぼしすぎない。これ水がさ、タプタプくんだよね。あ、すごい、稲本ばっかじゃん。これはいいです。あ、そういいです。仕事やらかしました。これ内容にもよるよね。やらかす内容ってさ、いや、どうやらかしたかでしょ。で、お客さんありきなのかさ、いろいろあるけど、スタバ MBTI 知りたいです。大丈夫、あれだよ、だから討論者とかあんじゃん、仲介者とか。あ、 ENTP とか。そういうのやんないんだよね。俺は俺だから。え、有限実行者だから。やってなかったっけ。やってた。やってなんかあったけど忘れちゃった。あったけどね、世間的な。そうそうね、イメージ上やんなそうだけど、なんかそういう機会があんだよ。俺は全然そういうの掘り出していくよ。そうそう、なんでスタバってみんなわかんの。あ、こ、あ、飲んでるからコップで。あ、まあ、これテイクアウトかもしれない。これあのコップ買ってるかもしれない。確かに。ゴルフの平均スコア出たことない。すごいよ、お前もやっぱみんな忘れてんだよ。もうペットボトルに対してのコメント一件もないぞ。いいのよ、ね、チャンピオン、チャンピオンになるために何をすればいいですか。せーのと分かるよね。せーの、練習。もう帰ってくれ。帰ってくれよ。努力だろ。練習だよ。まあ練習、まあ練習と運だよね、うん、やっぱ運も味方につけるのもスポーツとして大事だからね。確かに。MBTI についてまた聞かれてたよね。 MBTI はもう分かんない。英語多い。英語1つだけだよ。英語が多い。アルファベット4つだわ、うん、で楽しいですか。そりゃそうでしょう。お、サイン本3冊購入して1冊ゴールドのスペシャルサインが。ありがとうございます。よかった。やるやん。打撃のフェイントのコツありますか。これね、いいの教えてあげる。めちゃめちゃいいフェイントコツがあって、例えばちょっと向かい、ちょっと向かいで、ちょっともうちょっとこれ構えてた方がいい。そう、このフェイントやるときに、要はこれをなんていうの、みんなちっちゃくやるんだよ。こうやってちょっとちっちゃくやると、そんなリアクションだよ。バーンってこうドキッとすると本能的にびっくりするんだよ、人って。あ、ライオンとか動物も一緒でさ、自分を大きく見せるじゃん。そういった人でちっちゃくやるんじゃなくて、バッてこう大きく見せるその瞬間を作ると、相手本能で固まってくれるから、それで隙が生まれるかな。はい。クジャクみたいな。クジャクみたいな。クジャクででっかくなるから。そうそう、あれレベルを、あれちょっと行き過ぎる、ちょっとコンパクトにすればいいね。大変なコメント来てたぞ、お前。いや、大丈夫です。あ、浅い。浅いです。名前教えてください。やばいね、来んない。紙セット使ってますか。
使う時と使わない時あるな。あるんだ。あるよ。あ、宣材写真とか使ってるかとか、たまになんか時間ある時あるけどね。ヘロー、ちひろ。なんちゃってベルトは欲しいですか。インスタライブありがとうございます。うん、そんなバカなの。ネックレスどこのですか。欲しいな、欲しいな、ですよ。お財布かけなきゃ。何が。わかんない。顔、顔。ひどすぎんだろ。格闘技にあれ、レアーズファンですかっていう。ガオーデン、マジで。うわ、こういう風に流れてくのね。そうそうそう。やっぱコメントしてる側のさ、意見が側しか知らなかったからさ。あー、そういうことね。結構拾いにくいもんなんだな、これ。まあ、いろいろあるけどね。鈴木一郎の髪型にしてくださいとお願いしたら平本にどういうことだまあ大体みんな髪型が同じ、なんか分け見たことじゃない、結局みんなそれぞれ違うじゃん。いや、顔の濃さじゃない確かに顔の濃さです。それはあるかもねなんかそれぞれ合う合うのあるからね。そう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 、基本オープン何見てんだよ、基本王座ですかって。サスペやったことねえよ俺基本もクソもないよマッチョマンやってほしいです。マッチョマンやんないよ。スマイルネックレス気づいてな、中学何中ですか、やばい聞いてどうすんだよあ、徐々に出てそうな顔してる。だってで、あのさ、12月に出るさ、ライジンのちっちゃいフィギュアあるじゃん。似てないやつね。あれとかもまさにジョジョじゃなかった。うん、何あれとかまさにジョジョじゃなかった、あの顔の作り、あのフィギュアね。そう、そんな似てなかったよ。何フィギュア出るか、めっちゃ弱々しいけどね、写真が。どんなやつだっけ。こんな顔なんかこれやだね、似てなさすぎる。ジョジョすぎるだろこれ、似てなくないおい、だし巻きだし巻き卵やん、髪色斉藤選手めっちゃ似てんね。どうこれめっちゃ似てる似すぎだろこれは似てるわ、なんか特徴があるんだよ。おい、でまずこれ眼球青いしね。うん、ちょっとなんかロシア系入っちゃってるよね。ロシア系入ってんだ、まあ、入ってんだけどな。うん、目青はいいけど。だろ、ヒロ。味噌金、味噌金買いますかあれね、あれ俺食ったことないんだよね。インスタントそんな食わないから。いや絶対言うと思ったわ。うん、俺今からナムコ行く。ゲーセン。おお。行ってこいよ。あれまだあのフィギュア12月からだぞ。ナムコね。まあちょっとなんかさ、日常のなんか悩みとかないの。そういうことカズヤもさ、いろいろなんかよく話すじゃん。そうね。日常のこの解決策みたいな。格闘技以外がね。そうそうそう。格闘技はどうせあのコンフェッションとかでやるからそれ以外大体ね、言うことは決まってかんね。おー、やらなきゃいけないことあるのに消極的にやる、やる気起きま、うん、やる気が起きません。どうしたらいいですか。どういうことだ。もう一回。あ、やべ、やる気があるのに、うん、やる気が起きないんだって。それはねえじゃんいやそういう時とことんサボってていいと思うけど。そう、なんかやる気があるまで静かにしてもいいけどね。なんかじっとしてやる、なんかムズムズしてくんだよ。あ、ちょっと練習したいなみたいな。いやマジそう、俺も休なきゃって思ってるけど、この前1週間ぶっ通しでラーメン食ったけど、やっと今日ジムに入会しだしたから脱ラーメン
でそういうことよね。もう毒取っててやめてえなと思ってもとことん毒されてからデトックスした方がいいもんね。落ちるとこまで落ちたらやる気になるもんな。そう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 、中途半端にぐらいぐらいだね。朝起きれません。これ早く寝た方がいいよえそれに尽きるわ。そう12時1時寝ると7時に起きられないわな。9時10時寝たらさ朝起きれません。まあ日常の悩みだから。俺も学校あったけど結局早く寝るなんだよ。質問としてはだいぶいいですね。いいとこついてるけどね。わかりやすい。朝起きれません以降から起きれないんだよ。ちょっとやべやべ今日マジ涼しいな。ね、夏終わったべ。ダブルとワラだったらどっちが使う方が印象がいい？これね、ダブルってなんかバカにしてるイメージない？ダブルはなんかダブルダブルダブルだけど、そうわかるよ。ワラの方がなんかおしゃれじゃない？誰かをバカにしてる時のなんか使うでこんな感じわかる。そうこんな感じでなんかダブルダブルはあんまね好印象って言われたら違うだろう。うん、なんか怒りを買うよね。病人最近ハマってること、最近ハマってること、ボギャグバッテリー。あーあちょっと初期見てたけど最近見なくなったわ。最近何見てんの？ネタフリとかで。0.5 の男。なんだそれ。なんで 0.5 の男なんだっけな。あんだよな。 0.5 の男。そう二世帯住宅なんだけど、一人だけリーダーがいるのよ。ニートがいて、去年できたやつが、そう引きこもりがいて、でそれがなんか社会復帰していくっていうちょっと面白いんだけど、ね、ああこれね、マジ見た方が面白い。ネトフリあったね、そういうのこれ。そうですよ。とか、オフの時は何してますか？いやこれだろ、これだろ。勉強できましたか？勉強できましたか？勉強苦手やな。あ、翔英じゃん。そう右の人声かっけんだよな。翔英もあ俺いや俺な右。翔英も高校時代からいつも言ってくれるからね。これ傷ついてる時はどうしたらいい？これリアルなやつじゃない？傷ついてる時はとことん傷つくに尽きるだろ。いやもう傷つけないじゃん。かさぶたちょっと向けて全部向くか。バカか、傷ついた時こそ傷つきまくって強くなるんだろ。ああみんなあなたみたいに強いわけじゃないからね。いや僕も弱いです。確かに。まあ気づいた時はでもやっぱ人に相談するのが一番だよね。そう相談とかじゃなくて、まあ、誰かといることでしょ。で怪我で例えるなら絆創膏とか止血剤っていうのは一人じゃできないよね。だからこうまあ例えば和也が友達だったら友達が絆創膏の役になってくれるわけよね。本当そう。そう一人じゃ人間切れないからね結局。だから誰かに頼った方がいい。傷ついた時はとことん傷つきに尽きるけどな。途中とこまで落ちたら、ね、あとはもう上がっていく一方だから。確かにちょっと無責任はすぎませんか。いやでも結局傷ついた時は時間と時間が解決してくれます、うん、それ言ったらね全部時間が解決するけどね。失恋した時どうしてる？これも落ちるとこまで落ちるだろ。ちょうど今ね俺あ僕ですか。ちょっとねそのタイムリーな。いや僕に関してはもう失恋って言いませんあれは、うん、はい。まあ、要はさっきね、ちょうどなんかね、そういう話だからね、中身いろ相談をこう話して聞いてたわけで、結論その相手よりも幸せになることが一番の見返しだから。そう、別に物理的に何かしようとか思わなくていいから。仕返しとかじゃなくて、相手以上に幸せになることだな。和也君はいつかの友達ですか？俺のこと、ちょっと初めて、そんな教えてないもん。初めて来て、いや、俺の名前のコメント初めて来た人、ね、拾っちゃったわ。確かに昔からだよ。いつから友達、まだ10年以上ってことだけは、ね、言っとくわ。消防だった。消防かった、すげえかっこいいね。ね、すぐにお前、祝福の祝いが欲しいですって言葉が言葉ないだろ、そんなもん。頑張るしかないでしょ、ね、こっからだからね、勝負は。そうだね、まだスタート地点に立ってないもんな。そうなってからがポイントだ。学校行きたくないです。
学校に行きたくなる方法を教えてほしい。これはね、これマジで言うけど、学校はね、行っておいた方がいいのよ。これなんでかっていうと、その例えば YouTuber とか、あの自分で起業したり、例えば両親が仕事をやってて、それを引き継げたりとか、そういうのがない限り学校行った方がいい。なんでかっていうと、そのみんな学校を卒業して、みんな卒業してから、あの何、卒業してからさ、みんな集まるわけで、要はそう大半8割9割はさ、もう学校卒業してるわけよ。だから結局生きていく上では、あら、必要やね、学校で。行きたくなる方法は、とりあえず行くに、うん、行ってれば何か変わるなんで、友達も作った方がいい。とりあえず行くなんだ。そうそれ次第学校行った方がいいよな。学校は行った方がいいよ。行った方がいい。行けるうちに行った方がいい。あの塾の先生も見てたもん。うん、行った方がいい。お金を払ってるうちが払うぞって。そうね、そう、お金をもらう側になったら誰も相手してくれないと。マジそうね。お金払ってる時に教えてもらえってね。まずやっぱとりあえず外に出ることが大事だから、まあ、仮にまあまあ例をだ、まあ、だいぶ観点ずれるけど、出会いがないですとかいうコメントとかも、とりあえず外に出ることから始めることだもんな。おお、まあ、だからとりあえず学校に行きます。学校に行きます。とりあえず学校に行ったら、そう、男女 5分、そう、5割5割の割合でいるから。俺思うけど、ちょっと今俺らの時代ですけど、ちょっと陰湿じゃない？学校は昔は結構ストレートに言うけどさ、ネット社会の学校だって結構きついの。あ、グループラインとかみんな作るわけじゃん。例えばじゃあ学年のグループライン作って、その子だけ招待されてないとかさ、うん、その個々のグループラインがあったりとかさ、そういうのある結構あるよね。いやまあ確かにそれはまだ俺たちの時代もあったよ。待ったけど、だからそれ結構きついよな。いや俺誘われてんだけど、誘われてんだけど、そこで開き直って笑いのネタに変えていくよね。カズヤさんと腕相撲したいです。したいです。え、俺としたいってこと？俺たちでしてくださいとかじゃなくて、したいっていう。ジャイアンツのキャップ結構聞かれるな。キャップどこで買ったんですかとか、これでしょ。ジャイアンツファンの人なら絶対に気になると思うんだよね、これ。これはね、これはビビったもん。これはやるなって作りました。これは器用だよね。作りました。ティファニーキャップです、これ。いや、学校に行きたくないですとかってやっぱそうだよな。ね、ジャイアンツファンです。いいね。金髪以外が見たいってさ、無理だよ。違う、それを聞いてくれてるんだ、答えるのが安いでしょ。だってそんな言ったところでどうせ実践しないから。だからそれをスパイスになるかもしれないじゃん。そういう無責任なこと言うから。いや、俺のこういうので大体みんなね反論するんで、そんなことねえし、うん、ああそう、はい、こんなことねえしっていうのもいい着火剤になったよ。いや、俺はそれは和也は全員に届けてるでしょ。俺は今こう相談してくれた本人一人に届ければいいのよ。おー、いいね。10の批判よりも1のその人の称賛でいいから。そうだな。質問なんだっけ。どうしたら稲妻メンタルみたいに過ごせますかみたいな感じだったら、いや、これはまず稲妻まず一回読んだ方がいいよね。一回稲妻どういう思考回路してんだっていう、一回稲妻を食らうとこから始めて死んじゃうよ。稲妻メンタル一回読んで、どういう思考回路してんだろうなって自分に合う穴あるから、似てる人の本を読んだ方がいい。そうだな。そうすると考えが上がるから、自分にとって、あ、俺の考えこれ似てんな、じゃあこれ取ろうかな、あ、俺の考えとちょっと違えなと思ったら弾いて、いいとこだけ取ればいいんで、そういうことから始めておこうかなってなわけで、そろそろこの辺にしとくか。終わりましょうか。じゃあね。